こんにちは、横浜の英子です。今日は3ヶ月間悩んでいますっていう動画を上げさせていただきます。もしよかったらご覧ください。今日は私の秘密部屋からなんですけれども、本当はここは主人の部屋のクロスだったんですね。それで私はティファニー系の色とホワイト系の色の部屋だったんですけれども、インターネットの線の関係で私が急遽こっちの部屋になってしまいました。余談で申し訳ありません。結論から先に言わせていただきますと、アレルギー性結膜炎で3ヶ月間もう経つんですけれども、最初は目が少ししみる感じだったんですね。それで結構何かあるとすぐ病院に行ってしまう性格なので、すぐ眼科に見てもらったところ、アレルギー性結膜炎って言われてしまって、もう3ヶ月ちょっと経つんですけれども、今はこちらの天日のパタノールとこちらのヒアルロン酸ナトリウムを1日3回やっています。アレルギー性結膜炎っていう予想外の答えが返ってきて、本当に目が少ししみるぐらいだったんですね。やっぱり結膜炎っていうと目のかゆみだったり、すごい充血だったりっていう私はイメージがあったので、びっくりしちゃったんですけれども、いろいろ検査をしていただいたんですけれども、アレルギーになった原因が分かりませんっていうことなんですね。なので私なりにスキンケアを変えてみたり、いろいろやってみて、あと私の場合はマスカラとかほぼほぼつけないので全く原因が分かんないんですけれども、多分花粉症も持ってますし、少しアレルギー性の鼻炎なので、そういうこともあってこの年齢にして出てしまったのかなっていう気持ちでいます。これからアレルギー性結膜炎もう長く付き合っていきそうな感じなんですけれども、こう しみる度合いもひどい時と調子がいい時とすごく分かれるんですね。なので仕方ないかなって思っています。皆さんも目がしみたり、少しでも目がおかしいなって思った時は、私たちの年代っていうのはやっぱりこれから緑内障とか白内障にもかかりやすいので気をつけてください。なので言い訳で申し訳ないんですけれども、目がすごくしみている時はコメント返しが遅くなりますが、ご了承ください。今日は3ヶ月悩んでますっていう結果は結膜炎だったんですけれども、動画を上げさせていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。英子でした。ありがとうございます。